川島雄造は、日本の映画監督、青森県下北郡、田辺町を生まれ、家は、代々伝わる商家で、もともとは、大見商人ので、父、徳造、母、吉の三男として生まれる。吉は、下北半島の大畑八幡神社の娘で、川島が5歳の時死亡。その後は義母に育てられる。運動はダメだったが、成績優秀で、 本を読むのが好きな子供だった。青森県立の別中学校卒業。明治大学専門部文芸科に入学。学生時代は映画研究部に在籍。大学卒業後、小畜大船撮影所監督部に入社。撮影所前の松尾食堂に入り浸り、居候となる。食堂の娘と縁話が持ち上がったが、子供を作れない体であることを理由に断る。 この時すでに筋粛性即作効果症を発表していたらしい。初の助監督公募で2000人中8人の採用に選ばれる。島津康次郎、吉村幸三郎、小津康次郎、野村博正、木下圭介らの助監督を経る。1944年、監督昇進試験主席合格の後尾田、作の助原作の帰ってきた男で監督デビュー。 1946年、追筆追破列では、日本初のキスシーンを撮った。小竹時代は、コメディ映画を多く撮っていた。家を持たず、浅草や新宿など、都内の行きつけの宿を家代わりに泊まり歩いていたが、銀座の小料理屋、菊川で働く中村八重市に惚れ込み、当時高級住宅だった日活アパートで一緒に暮らし始める。幼い頃亡くなった。 川島の母に、八重氏は、そっくりだった。八十氏は妊娠したが、川島は、出産を許さなかった。また、夜ごとスタッフと飲み明かす日々を送り、飲みしろは、当時の金で、毎月五十万円に達した。助監督の給料が一万円の時代に五万円の、白来の洋服を着ていた。健康にも気を使い、マレー半島のコブラの油など、二十種類以上の薬に、 サラリーマンの給料分の金額を毎月つぎ込んでいた。戦後は、プログラムピクチャーを量産し、小畜で23本の映画を撮った。1954年、日活絵遺跡。鈴木パラダイス赤信号、幕末太陽伝などの傑作を残す。1957年、東方系の東京映画遺跡。片ら大英でメガホンを撮った、女は二度生まれる、ガの寺。 しとやかな獣の三作品で若尾文子と組み作品を残す。趣味はカメラで映画関係者、男優、女優らとミノックスの愛好会、ミノムシクラブを主催。監督昇進の頃から筋粛性即作効果症に侵され歩行等に障害を有していた。遺作、市川地下公開の5日前に芝にある日活アパートの自室に適応し、直接の死因は、 海正神、去年45、墓所は、むつ市新町の特源寺。監督作品51本、待機作3本は、未完となった。日本慶長派を名乗り、独自の喜劇、風俗映画を中心的に、露悪的で、眼襲に富み、貴族にして、ハイセンスな人間味あふれる、数々の作品を発表した。 人間の本性をシニカルかつ客観的な視点で描いている作品が多く、弟子の今村昌平の作品ともども、銃喜劇と称されることが多い。川島については、脚本を担当した藤本義和が命名したとも、フランキー酒が故障したとも言われる。今村が村といった地方の土着社会に関心が移行していったのに対し、須崎パラダイス赤信号や、 しとやかな獣に見られるように川島は都市に関心を持ち続け、都会に生きる現代社会の人間たちをテーマの中心に据えていた。また、親友に大阪出身の小田作之助がいたことなどから大阪に興味関心を持ち続けた。デビュー作、帰ってきた男をはじめとして、我が町、鹿島あり、のれんなど大阪を舞台とした作品も多い。川島作品は、 原作が文学作品であることが多いので、原作者を併記した。ABCDE、驚きもものき20世紀、テレビ朝日、さよならだけが人生だ、映画監督、川島雄造の一章239ページ、フランキー酒井、さよならだけが人生だ、より、ありがとうございます。